今日はまたお母さんの子供として生まれたいというお話をいたします。母が亡くなりました。電話をいただいたのは亡くなる直前まで自宅で面倒を見ていた末っ子の大輔さんからでした。大輔さんは5人兄弟の末っ子として生まれました。子供の頃からわんぱく盛りで人一倍負けん気が強かったそうです。酒屋を営む父親が亡くなったのは、大輔さんが小学校1年生になり初めて迎えた正月休みの時でした。いつも通りに配達に出かけた時に事故に巻き込まれ帰らぬ人になったのです。それ以降、母親の澄子さんと兄弟で酒屋の仕事や家事を協力しながら何とか生計を立てていました。大輔さんは中学、高校と地元で過ごしておりましたが、都会への憧れがございました。兄弟には反対されていましたが、どんな時にも味方になってくれた澄子さんが背中を押してくれました。生まれつき体が小さくて未熟児で育たなかったんだ。だから大きく育つように大輔って名前をつけたんだ。こう言っていた母の澄子さんが80歳を超える頃には一人暮らしをしていた実家の玄関で足を滑らせて大怪我で入院をすることになりました。澄子さんが退院してからは、大輔さんは奥さんや子供たちの理解を得て実家に移り住み、晩年の介護は可能な限り自分で行いました。母の澄子さんは自分がどんな目にあっても自分のことより周りの人のことを気遣う人でした。葬儀を終えて大輔さんは涙ながらに最後のお別れをしました。ありがとう。また僕を産んでほしい。またお母さんの子供として生まれたい。仏説父母恩従兄は、父なくば生まれず、母なくば育てられず、父と母に対するご恩を説いています。さらにこのお経は、自分を育ててくれたように、年老いた父母には自分の手で看護しなさいと示しています。澄子さんからもらい受けた無償の愛情は大輔さんにきちんと伝わっています。自分の手で自ら介護をする、そのことで大輔さんは十分に役割を果たしています。今日はまたお母さんの子供として生まれたいというお話をいたしました。